運転中に交差点を直進した際、右折しようとしていた対向車が必要以上にはみ出してきてヒヤリとした。同じような経験をしたことのある人は多いのではないでしょうか。フォロワー3万人超を誇る烏山自動車学校栃木県那須烏山市の公式ツイッター @烏山DS がこのやめてほしい右折待ちに対して注意喚起を行っています。わかりやすい実演動画付きの投稿に共感する人が続出。右折待ちをする車にとっても危険な状態であることを指摘する声も上がっています。烏山自動車学校が公開したのは交差点内に設置したカメラから撮影された映像。右ウインカーを点滅させて進んできた1台の車は途中からハンドルを右に切ります。そして対向車側に大きく進出した位置でストップ。右折待ちを始めるとさらにもう一度じわりと対向車側に進んで止まりました。この映像に添えられたのは右折待ちをするときにやめてほしいことという一言。確かに直進する対向車にとってはあまりにも迷惑な位置取りです。同じタイミングで交差点に進入していれば思わず急ブレーキを踏むことになるのではないでしょうか。リプライ返信にはこれやられると大型は直進できないんですよ、直進中に対向右折車にこれをやられて交差点内で急ブレーキかけたことがある、めちゃくちゃわかります、出てくるなって思います、わら、結構なドライバーがやっていますよこれ、といった声が続々と上がりました。さらにハンドル切ってる、後ろから追突されたら対向車線にまっしぐら、万が一追突されたら反対車線に突き飛ばされるので対向車と正面衝突になることもあります、などハンドルを右に切ったまま待機している危険性を指摘するコメントも。もしそんな事故にあったらと思うとゾッとしますよね。右折を待つときは中央車線を越えないようにして車体を正面に向けることが基本。これを守れば後続車や対向車の邪魔にならず、追突されて対向車線に飛び出してしまうリスクも抑えることができます。慌てずに基本をしっかり守りたいところですね。